浜松バス株式会社は、浜松市浜北区に本社を置き、静岡県遠州地方を主な営業エリアとするバス会社の一つである。貸切バス、路線バス及び、これらに付随する関連事業を営んでいる。浜松市浜北区内野2423-1、当地にはかつて、浜松観光自動車の浜北営業所が所在していた。その後、中、小型バス部門の子会社、 ニュー、浜松観光バスに一時分社していたが、2005年に再統合され浜松観光バス浜北営業所となっていた。なお、場所は同じであるが法人格としては関係はない。創業当初は一般両線を運行していたが、2019年9月30日をもって廃止され、それ以降はコミュニティバスのみ運行している。貸し切り車は三菱不層が多いが、日のせもある。 路線車は運行開始当初、川崎鶴見臨港バスと伊豆下田バスから移籍した6台を使用していた。その後2008年2月末までに日産ディーゼル車2台が運用を離脱し、日日、DSC が2台導入された。その後旧、京阪宇治交通で購入し、京阪宇治港サービス京阪宇治交通、京阪バスに在籍していた日産ディーゼル KC。 RN210CSN を1台購入している。この他、三菱扶桑エアロミディも投入された。2012年には、日野、ポンチョが導入され、同社初の路線用新車であるとともに、初のノンステップ車となった。車番は、登録番号をそのまま利用している。例えば、浜松200か592であれば592号車となる。 炎鉄バスと同じ方式である。令和元年第1回浜松市地域、公共交通会議議事録。ありがとうございます。